時間を過ごしてください。楽しい時間過ごしてますか？島田初美じゃないよ、サベトラシです。針飛ばなくてよかったね。今日この日のために準備しといたこういうネタ、風で飛んでいくかと思ったけどうまくやることができました。そういう感じで楽しい時間を過ごして、帰ってください。ベンデロッカーズ、俺たちが開幕式というか開会式一発目、ちょっとこの後にまたもう一件あるということで無理を言ってやらさせてもらいましたが、本当にいつもねお世話になってるオッパーラ、このパーティーに出ないと俺たちのね夏が始まらないなって気がするんで、まだまだ全然ここからもう海にも飛び込む覚悟でやっていきましょう。そういうわけで今日みんなベンデロッカーズ毎年やってるけど、これねもう終わった瞬間にみんな忘れるんですよ。必ずもう夜越えて次の朝だったら昨日なんかあったっかなっつって、また次の1年に向けて動いてるということで、今日は全員心の中にシークレットマンデー、yeah。まあ、ここで行われてることはみんな内緒にしといて、今いる人たちが体感できてるタイプレスとロベンテーションライブ、そして上にいる人たちもこちらをちょっと見て楽しんでいこうぜ。グループはスポーツシークレットワンデイ、夢の心地で我を忘れていい、この島の天然なさ城が立つような道開きしたい、未来の時間だゆらゆらまるで無理よゆらゆら、なぜ彼らこんなご時世なら体を待たずにアクション、ワクワクするためにまず着替える、寝巻きのままじゃ無理だから、お湯の芯で一体がやめる、キッチンバケツの騎士現地な格好も待ち入れればファッション、目立ちたいじゃん目指すは一等だけど自分のスタイルは基本、今日の俺は常に前に出る、だってまた君に会いに行ける、待ちに待ちすぎ待ちきれないよ、出ないよ、街の視線を二人占めついていけないような、なんとか締め後の勝利まで散りばせなくてな、秘密の生フェアのこと心地でくれるまぜでいい、この島の天体で背中さ接したくなら夜中だろうな、夢にしたい、やるだけだんだゆらゆら、まるで無理よゆらゆら、バイスカメラこんなご時世なら体待たずにアクション、無邪気なのに容赦だって甘くとろける、まるでオーパーラのパンケーキすぐに消えてしまいそう、だからこの時を楽しもう、ワインで流さなあかん、大丈夫来たんなら秘密の声に溺れよう、俺ら快楽のドザイモン、深くはならない、それがなくい悪い気しなきゃなんだか軽い、そんなイメージにジャストモーメン、最善の策でも企もうぜ、誰でも大勢のようにパックに割る、つぶるとぶし込みパックになる、こうなったらもう止まらない、秘密のラブフェア終わらないでしょ、君の心地で前を忘れていい、そして拍手もやめる、今江の島のここ全然出しましたね、めちゃめちゃ面白いことが行われているけど、それにしようぜ、バーディフィーポイントプレスビューオッパーラ、アナクトルセンセアクション、オッケー。